すごく分かりやすい内容にまとまっています。特に一章はですね、今更聞けないなってことが Q&A 方式で記載されていますので、脳の場所って覚え方ってどうすればいいんだろうとか、基本的なことなんだけども忘れがちな内容、一回読むとあ、分かりやすいなって思えるはずです。ぜひ見ていただいて明日の臨床の参考にしてみてください。